大谷翔平選手は、ロサンゼルス郊外に12億円で購入したばかりの豪邸を売却することを決定しました。この決定は、この豪邸に関する情報が公開されてから、わずか1ヶ月半後に下されました。すべては、一部のテレビ局の暴走に端を発しています。5月末、ロサンゼルスタイムズ紙が、大谷選手が、この豪邸を購入したことを報じ、その後、各新聞社や、テレビ局が一斉に報道しました。 その中で、フジテレビと日本テレビは、この豪邸の前で撮影して放送し、大谷選手の住所を公開したことで、大きな議論を引き起こしました。特に、フジテレビは、5月23日のライブニュースイットで、敷地内の映像や、大谷選手のバスケットボールコートの映像を放送したことで、厳しく批判されました。これにより、大谷選手は非常に怒り、これらのテレビ局に対して発行された、取材パスを返却するよう要求しました。 フジテレビは、公に謝罪しましたが、日本テレビは依然として沈黙を守っています。クラブ関係者によると、大谷選手は、もうそこに住めないと話し、まだ引っ越していない状態で、豪邸を売却する決意を示しました。このことは、豪邸に関する情報が漏れてから、約1ヶ月半後に起こりましたが、大谷選手は、まだこの家に住んでいません。現在、この豪邸は、大谷選手の不動産管理会社、デコピン LLC の所有ですが、 彼らは売却の手続きを進めています。大谷選手はこの事件の後、不動産会社に対して責任を持って買い手を探すよう要請しました。不動産会社も大谷選手の怒りを認識し、急いで対処しています。7月11日発売の女性セブンでは、豪邸の現状や大谷選手の妻、マミコさんがスタジアムに姿を見せなくなったことについて、詳しく報じられています。これにより、大谷選手のこの家を売却する決意と、 不安がさらに強まりました。日本テレビとフジテレビの対応は受け入れがたいと思います。この問題は謝罪だけでは解決できません。さらに大谷選手は今シーズン中に騒動を起こしたくなく野球に集中したいと考えています。彼は水原との事件で多くの困難に直面しました。大谷選手のファンとしていくつか言わせてください。メディアとは何か。よく考えてください。大谷選手は世界トップのスターであり、日本の宝でもあります。 この件に対するテレビ局の対応は、彼らの世論に大きな影響を与えるでしょう。大谷選手に損害を与えたテレビ局は、適切な保証をすべきだと思います。出入り禁止は当然ですが、それだけでは不十分です。大谷選手側は、BPO に正式に訴えるべきです。さらに、適切な対処がされるまで、大谷選手の画像を、ソーシャルメディアで使用しないよう、公開要請する必要があります。 治安の良い日本でも著名人やプロ選手の自宅の映像をぼかさずに放送するのは見たことがありません。隣人にインタビューすることさえも、なぜ大谷選手の自宅がこんなに簡単に公開されたのでしょうかアメリカの報道機関がそうしたとしても自己制御は必要です。彼らは大谷選手に対して完全に謝罪し保証する必要があります。一部の人々は豪邸を所有したり不動産に投資したりしていますが、どれだけ裕福でも基本的な住まいは一つだけであり、 一度に複数の場所を利用できる人は、ほんのわずかです。したがって、家を買うことは、宝石を買うこととは異なり、最も満足できる住まいを慎重に選ぶ決断です。家に関する情報が公開されることは、良いことをもたらさず、生活環境を悪化させるだけです。メディアがこれらの悪行を単に謝罪し、自分たちのウェブサイトや番組で警告するだけでは不十分です。大谷選手が安全を考え、そこに住めないと思うのは、完全に理解できます。 放送したテレビ局は、その家を買い戻し、大谷選手に同様の家を保証する責任があります。こんなに大きな問題を引き起こしておいて、アナウンサーに謝罪させるだけで、何の責任も取らないのは、そのテレビ局の怠慢です。ロサンゼルスで、新しい家を買う前に、ハワイでの土地購入が明らかになった時も、そこが特定されて、こうに放送されました。今回の情報漏えいは、大谷選手側が、不動産の購入を公表したことが原因かもしれません。 大谷選手の代表者は史上最高の契約を持つアスリートとしてメディアの関心は避けられないことを確実に理解しています。しかし個人情報を管理できないことも問題です。おそらく水原の横領事件の後では代理人の変更も必要かもしれません。大谷選手がこの家を購入するために忙しいスケジュールの中でどれだけの努力をしたのか考えています。考えるだけでも怒りが込み上げてくる。外部の人間でも怒りを感じるほどです。 家まで行って撮影し、隣人や関係者にインタビューすることは、常識や知性の欠如と言わざるを得ない。誰かがこの件について責任を取るべきであり、曖昧にしてはいけない。家を買うことは、多くの時間と労力を要するが、今は全てが無駄になってしまった、本当に残念です。大谷選手は、ドジャースでの10年間の年俸、200万ドルに見合う家を選んだと思います。しかし、安全を確保するためには、契約額の3倍の費用が必要かもしれません。 実際、日本のメディアが行ったことは行き過ぎています。強調すべきは、不動産会社と地元メディアの情報漏えいから始まったという点です。大谷選手は、チームメイトと相談し、次回はもっと秘密原種の不動産会社を見つけるべきです。治安の悪いアメリカでは、個別の家よりも、セキュリティの良いマンションを選ぶことで、試合で留守にする際に、妻が安心できるでしょう。 その点を踏まえ、日本のメディアも報道の方法を再考し、将来のアプローチについて、内部で十分に議論する必要があります。この事件は、フジテレビと日本テレビが、大谷選手の良い性格を軽視していることを示しています。彼らは、他の有名選手のスキャンダルを隠しながら、治安の悪い国での有名人の私生活を公開しているのです。大谷選手とドジャースは、この2つの放送局が、今後永遠にインタビューを許可せず、過去の画像を使用することを禁じるべきです。 日本テレビも全く反省の色が見えません。フジテレビも日本テレビもアメリカでの富裕層を狙った強盗や誘拐の状況について完全に無知であり誤ったコメントを繰り返しています。もし彼らが14億円でその家を買い戻すことができなければ信用を回復することはできません。彼らが自分たちの犯罪行為を理解しない限り、これらのテレビ局は国際ニュースを制作する資格がありません。 大谷選手は日本のメディアよりもアメリカの生活や文化を重視しているため彼らを訴えることさえあるかもしれません。プライバシーの権利と情報を知る権利は別物です。従ってフジテレビと日本テレビを許すことはできません。大谷選手の家が観光地となり日本の観光客さえも訪れていると聞いています。もし不幸なことが起こったらどうしますか彼らはカメラとマイクを持って逃げるのでしょうか フジテレビの社長の謝罪は明らかに形式的なものであり、まるで私たちは何も悪くないと考えているようです。日本テレビは謝罪するつもりがありません。もし、この両者の社長の住所を公開したら、彼らは自分と家族の安全を感じるでしょうか。大谷選手の状況も同じです。フジテレビの無秩序な取材方法のために、大谷選手は新しい家を買わなければならなくなりました。したがって、これらのテレビ局は発生するすべての費用を負担するべきです。 事件が法廷に持ち込まれれば、損害賠償も発生するため、新しい家の費用を負担する方が安くつくかもしれません。普段起こらない大谷選手は、すでに多くの苦しみを耐えてきました。日本テレビと富士テレビは、もう大谷選手について放送する機会を失います。これは興味深いことであり、これまでにこんなことは一度もなかったからです。行き過ぎた行為が、放送を不可能にしているのです。この事件は、大谷選手のファンが、これらのテレビ局に背を向け、 彼らの指導者の辞任につながるでしょう。いずれにせよ、これらのテレビ局は、自らの組織管理を再検討する必要があります。以前から、ヨーロッパの有名なサッカー選手が遠征中に、アきス被害に遭ったという報告が多くありますが、日本のテレビ局は、これを知らなかったのでしょうか。日本テレビと、フジテレビの好奇心に満ちた、無邪気な取材方法は、まるでエンターテイメントレポーターのようで、警戒心に欠けています。 これは試合に出ている選手の家の情報を盗賊に提供しているようなものです。これらの2つのテレビ局は情報を広めることの危険性を全く理解していません。もし大谷選手が引っ越さなければならない場合、これらの2つのテレビ局は家の購入と引っ越しの費用を負担すべきです。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。